こんばんは。こんばんは。こんばんは。こんばんはです。オンライン話し会ありがとうございました。ありがとうございましたっていう配信です。誰なん？ユウなん？え、そう、今日話し会でさ、めっちゃ言われた。ようやく浸透してきたファンの方にも。半分、3分の1ぐらいの方に言われましたね。誰なん誰なんって最初から。面白かった。いや、ユウなんユウなんって言ってお話し会が始まるみたいなのが結構ありましたね。3分の1ぐらい。本当になんか時計の音がするんだけど、カチ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 。スケモンさんありがとうございます。バラこんばんは。スーくん I love you のありがとう。こんばんは。たかしんさんプレゼントありがとう。ヤマピーさん決勝ありがとうございます。配信してくれてありがとう。こちらこそ見てくれてありがとう。あ、タワーのお礼しようかな。ヤマピーさん決勝ありがとう。読んじゃったわ。2回目だ。オンライン仕事で行けなくてすみません。じゃあ次来て。ありがとう。すーくんこんばんは。ね、これさ、もう柱邪魔すぎてさ、本当にあんまりさ、あの映らないようにしたんだけどさ、本当に邪魔だよね。水色の服、そう、これイエーイ、水色の服。今日カラオケ配信しようかちょっと迷ったから最後まで見てね、今見てる人は。するかどうか分かんないから。ヤンピーさんありがとう。 I love you なん、え、嬉しい。福岡のマリンメッセで写メ一緒に撮りました。嬉しいすぎる。ありがとう。大切に保管してね。またあれ、もうなんかあれないよね。一回またリピートっていうか、また会いに来てくださるように頑張る。どうやって頑張るの？ショールームを頑張る。今はチンチョウゲさんありがとう。決勝357050さんありがとう。決勝なんか前髪がうまくいかん今日。え、そう、誰なんてさ、そう、知らない人に言ってるみたい。でも面白いからいいや。すーくんありがとう。357050さん決勝ありがとう。いや、話し会ありがとうございました。隣の連からお邪魔しました。あ、そう、なんか今日、え、なんかパセリさんと隣のレーンだったんですよ。え、なんかそしたらなんか私パセリさんと、あんまり喋ったことがないんですね。ツーショットも撮ったことがないぐらい、あんまり喋んないんですけど、今日隣のレーンでなんかパセリさんが「え、ユウなん？」みたいなことをお話し会中に言ってて、あーってそれ聞くの忘れた。そう、なんかパセリさんが「え、ユウナン、ユウナンいるよ」みたいなことをなんか話してくださってて、え、何のことだろうって思って、しかも話し会中になんか分からんけどめっちゃ嬉しかった。なんか分からんけどめっちゃ嬉しかった。川沙徹さんありがとう。決勝初めて多分パセリさんから名前呼ばれてたかな。嬉しかった。そう、それをお話し会終わってからちょっと聞こうと思ってたんだけど忘れてた。うわー、なんかプレゼント、なんか何これ。トールさんありがとう。決勝柱とカーテンが、そう、
ちょっと真ん中に行けなくてごめんね、クリコンからね。え、そう、クリスマスコンサート来てくれたら許す。ゆうなん、ありがとう。ザッキーさん、最近来てくれてない、悲しい。アルマサトリアさん、ありがとう、プレゼント。カワさん、ありがとう、結晶。服かわいい、嬉しい。こちらトリートユアセルフのやつです。8000円やねん。今日の話し会楽しかったけど全員来てないやろ。来てないやろ、最近来んやん。来てないやろ。アルマストリエさん、バラありがとう。ちょっと待って、先にさ、よっこらしょ、ちょっとお礼やろうかな、タワーのグルおじさんに。すいません、私タワー投げてくださった方のお礼は2週間後ぐらいになりがちです。丁寧にやりたいのでね。ミユポンがヒータンをしばくらしいから修羅場になりそうだったらユーナンが止めてね。なんかさちょっとさ、ちょっとね、本当にちょっとね、私も修羅場配信しようと思ってちょっとヒータンの配信入ったんよ、ちょっとだけね。そしたらなんかミユポン怒ってて、なんかコメントでなんかミユポンがやめてよおこうみたいなことをヒータンのショールームでさコメントしてて、いや何があったみたいな話で途中から入ったから分からんかったんやけど、ミーポンめっちゃ怒った。もういじめないであげてください、もうヒータンミーポンのこともう本当に。でもなんか、でもミーポンもなんか面白がってるっていうか喜んでる気がするんだけど、気のせい。こんばんは、アルマストリアさん、ありがとう。誰なん言うなんだよ。こんばんは、嬉しい、フォローありがとう。またプレゼントや、なんじゃこりゃ。みんないっぱいプレゼント私にくれてるってこと、ありがとう。 TM さん、ありがとう。だるまハートもありがとう。スー君結婚してありがとう。お話し会来てくれたらちょっと検討する。これ水色かな、なんだろう、普通の水色って感じかな。普通の水色ってなんやねん。たかちゃんありがとう。Thank you じゃないわ、 I love you なん。パセリさんものいみ、のいみさん好き。ちょっとお話ししようかな。え、そう、めっちゃ気になるんよね。なんでユーなんて呼ばれたんやろうって思って、なんかめっちゃ気になった。あ、ヤスベさんもいる、いらっしゃる。ありがとう、プレゼント受け取った。ああれか、あれだ、思い出した、あれハズレみたいなあれか。この前アイスの棒がハズレ当たりみたいなやつか。外れちゃってるやん。アルマストリアさんありがとう。元日公演当たるといいなね。本当に皆さん待ってます。どうなることやら、元日公演はまだ私たちも詳細はあんまり分かってないです。安部さんありがとう。決勝ちょっとお礼するから待ってて。ヤオピーさんありがとう、プレゼント。スー君ありがとう。こんばんは、草刈木さん。え、嬉しい、決勝ありがとう。最近見かけないから嬉しい。あ、自分ですね、ファシリ警察に言うのにおしまししたことを伝えて。あー、そういうことか。今解決したわ、みんな解決したよ、解決しました。そうだった。あー、危ない。いや、もう動かないでよ、本当に。解決しました、めっちゃ気になっとったよね、よかった。パセリさんから言うなんてね、本当に嬉しいチャンネルでした。え、クリコンいけないので来年、もう今年のクリスマスコンサートを見てほしかった。私はまだ終わってないけどもし来れないって方はもう DMM でも何でもいいので本当に見てくださいっていうぐらい、本当にね、見てね。
クッと。もうさ、もう前髪ってさ、なんかあれなん、なんか永久にさ、あの同じ形とかって無理？なんか毎日毎日さ、なんか形変わるのやめてほしいんだけど、本当に。あの前髪って固定することって可能だったりしますか？本当に横のこれとか巻くのちょっとめんどくさいんですけど。ウータンの秘密をヒータンがバラしたな、そういうことか。だからなんかめっちゃコメントでさ、そうやめてよおこうみたいな感じだったんよね。めっちゃ怒った。面白い、親子みたいな関係で面白い。え、マッツンさんだ、ありがとう。プレゼントなんだろう、ハズレやん、ハズレやん、悲しい、ハズレやん。サーヤンさん、サーヤンさん、なんとかやん、なんとかやんっていうの流行ってるんですよ最近。今日話しかけなくてごめんね。え、嬉しい、次来てね。まだみんなお話しか受付中です。実際にプレゼントね、なんかイベント中。え、待って待って、なんかショールームの背景めっちゃ可愛くなったんやけど、びっくり、びっくりんこさん、安崎りんこさんとか言って、語尾にハマってるそういうの。え、可愛いショールームの背景みんな見て、今なんかあったかそうな部屋に私が入ってる。あったかーい、なんかレンガの家みたいな。クリスマスツリーもあって、いっぱいプレゼントもあって、クマさんもいますね。でも右側はコメントで何も見えません。タカちゃんありがとう、決勝嬉しい。家犬さんありがとう、雪だるま、雪だるまん、やすべえさんありがとう。なんだなんだっけこれって、スノードームだったわ、ありがとう。今日の私服似合いすぎてる、嬉しい。なんだこれ、あの腕がいいよ。パセリさん、え、そう、私アイス好きなんで、アイス、おすすめのアイスを聞きたいと思います今度とか言って、聞きたいと思います、話しかけようと思いますとか言ってるんですけど、本当に本当に芋っちゃって無理です私は。いいねさんありがとう、決勝、はやとさんありがとう、プレゼント、ユニバースさんありがとう、スノードーム可愛いやつありがとう。え、嬉しい。1月1日も8日も申し込みました。しかもクリスマスコンサートもでしょ。もういっぱい過ごせるやん、嬉しい、いっぱい過ごせるやん、サーヤンさんとか言って。こんばんは、こんばんは、クリスマスコンサートは亀戸席。え、ちょっとあの気合い入れよう、亀戸席。おでこに埋め込みますか。確かにおでこにね、埋め込んだらいい気がする。でももう埋め込まれとるくない、前髪って。え、こてつくん元気、元気だよ、こてつくんは元気くんです。ケープで固めましょうか。固めたとしてもあれやん、一日は、一日の形は保たれない、保たれない。見てください、皆さんからいただいたタワーのお礼が全部ここにぎっしり詰まってて、もういっぱい捨てす、この絵はもういっぱい撮ってますよ、本当に嬉しい。もう卒業しても大人になっても捨てない。サラピさんの前髪ね、あれはどうやったらさ、あんな綺麗な前髪になるの。もうつける前髪みたいな感じ、本当にってぐらいいつも整ってるよね。ユニバースありがとう、プレゼント。ちょっとコメント追いついてからにしようかな。グッジョブさぬきっこさんありがとう。クマクマン、グッジョブさぬきっこさんありがとう、決勝。いいね、ライブはしごってもう本当に楽しいやん。またやんやん、つけがち、嬉しい、フォローありがとう。え、確かにマッチ売りの少女みたいな背景。グルおじさん結婚して、
ちょっと考えるちょっと考えるわ。今日は無理。でも今日のお洋服、え、嬉しい嬉しいね。好評に、ゆいたん、ゆいたんも可愛いって言ってくれた。ゆいたんありがとう。ゆいたん大好き、かわゆいたん、ゆいかちゃんが可愛い、どこのって聞いてくれた。嬉しい。そう、なんかね、今ハート型のさ、いちごの雪見大福流行ってるよね。うん、パセリさん、パセリさん、パセリさん、アイスもしかして、あのノイミーさんと、ノイミーさんとアイスの話したいんですけど、ちょっと話しかけてもいいですかって言って、もう本当に私にはできない。つるさんありがとう。でも今日さ、今日話しかけるのが本当に絶好のチャンスだったよね。だって隣だったんだよ、隣だったし、なんかゆうなんて呼んでくださってるし、もうチャンスを逃した。野原しんのすけさんありがとう、レインボースターありがとう、嬉しいね。え、ゆうなさんとの握手立ちもしました、嬉しい。じゃあサンタになっちゃおうなりました、サンタには。もう今年は2回ぐらいすごい。え、でも私が最近食べて感動したアイスは、あの岡山公園、夏の瀬戸内ツアーあったじゃないですか、それの岡山公園で、あのもう真っ黒な、もう真っ黒なアイスをいただいたんですよ。なんか鉄道みたいな、なんか炭アイスみたいな。それがなんか味はなんかやばそうだなって思ったんですけど、めっちゃ美味しくて、くるくるさんと一緒に食べました。バスで、バス隣で座って食べた。嬉しい。あ、いちごに嫉妬されるからもうやめます、くるくるさんの話は。野原しんのすけさんありがとう、決勝。すーくんありがとう、かわさんありがとう、プレゼント。やんやん、かわさんありがとう、 I love you な、グッチョブさぬきいこさんありがとう、フォローしました、嬉しすぎる、嬉しいわ。やすべさんもありがとう、辻田総さんありがとう、 I love you な、みんみんさんありがとう、決勝嬉しいですね、本当に。かんさんもありがとう、くま、ありがとう、くま、まもちゃんありがとう、決勝面白い、二度あることは三度あるでも、ちょっと面白かった、ちょっとだけ、ちょっとだけね。あ、ちょっと待って、安部さんとグルおじさんにちょっと先にタワーのお礼をやります。本当に走る邪魔なんだけど、どうしたらいい、これこっちでいいや。グルおじさんありがとうでした。福岡のお話し会で会えて嬉しかったよ、ありがとう。見てるかな、見てなかったらどうしようめっちゃ可愛いタワー、ありがとうございました、嬉しい。え、もしかして見えてなかったらどうしよう。あ、嬉しい、いた。もう本当に柱が邪魔でごめんなさい、いつもなんか配信楽しみにしてくれてて嬉しいよ。スクショタイムしよう、ありがとう。どう、アイコン似てる、アイコンじゃないや、アバター似てる、ありがとう、嬉しいだったよ、ありがとうね。じゃあそして次、安部さん、ほんまに似とる、このアバター、ほんまにほんまに似とるよ。安部さん、熊サンタクリスマスタワーありがとうございました。と、僕の太陽公演も元日公演も、あっとクリスマスコンサートもいっぱい来てくれて嬉しいだよ。
つもショールーム来てくれてありがとうねん。このアバターがすごいお気に入りです。うまく描けてサンキューは言う直しね、絶対ね。ありがとう、嬉しい、みんなありがとう。私はすごい皆さんのアバターを描くのがすごい好きですよ。ありがとう。で、溜まってたタワーのお礼は終了です。ありがとうございました。なんか羨まですね、嬉しい。そう、タワーを投げてくださってありがとうございます。もはや画像に重ねてなぞった、え、そんではしてない、それはしてない。もう模写、模写、模写なんだっけ、なんか上にスクリーンショットした画像を見ながら描いてる。本当にイラスト好きです。最近は柱に会えるのが楽しみ。これこれ本当に撤去したいんだけど。辻田さんありがとう。楽しで応援していきますね、本当にお願いします。楽しさん大好きです。絵が上手いですぬ、ね、語尾にぬつけるのもいいね。私もちょっと やっちゃおうかぬやっちゃおうかなん、言うなん、うま、ありがとう。安部さん模写、そう模写、そう見ながら書くのが好き。あ、ブログも見たよ、ありがとう。え、あとあの本当に面白い話がある、あるんですけど、あのいやこうやって面白い話って言うからハードルが上がるんだけど、えでもちょっと結構本当に面白くて、あのレッスンの時の話なんですけどねちょっとごめんなさい、面白い話っていうのはちょっとやめます。面白いなんだっけ、えちょっと話すね言うなぬ、誰なんぬ、地方ぬさんみたい、ぬって、え、クリスマスジュース、ジュース、ジュースじゃない、グッズ注文始まった、ありがとうみんな、クリスマスサンタイエーイ待ってます。何が、お前中国出身なんや、中国地方の岡山県出身だよ、同じだ。え、そう自らハードル上げちゃうんだけど、ちょっとレッスンの時にね面白い話があって、でもこれあの公演のさ、私公演の MC めっちゃ多い人だから、公演の MC でも使いたかったんだけど、でも公演同じメンバーじゃないからちょっと今話すんだけど、あのリアチューの話なんだけど新井リアチュー、リアちゃんの話があって、ちょっとひとまずハードル上げるのはちょっとあれだから、ちょっとあの面白いっていうのをちょっと撤回する。DD で申し訳ないけど、ゆうなも応援します、嬉しい、ありがとう、本当に嬉しい、嬉しすぎる。え、あのレッスン、この前っていうか、まあ最近レッスンあるんですけど、レッスンの時にあのなんか休憩してたんですよ休憩っていうか普通になんか休憩してて、休憩中ってちょっと静かじゃないですか、音楽も流れてないし、それであの普通に休憩してたんですね。でリア中なんか違うわ、あの普通にいつもマイクを持って練習してるんですよ、なんかマイク普通にあーってやったらあーって入るマイクね、それで練習してて、それで休憩してる時にあのめっちゃなんかレッスン上にもうゴゴゴゴゴってボーみたいな、え、なんか、え、やばいやばいやばいみたいな、だってなんかゴー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 みたいな、なんか、え、何の音何の音何の音みたいななんかヘリコプターでも落ちてきたんかみたいな感じで、なんかゴー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 ってなって、え、本当に何みたいな、みんな焦ってたんよ。そしたらあのマネージャーさんが、ね、あれ荒いじゃねみたいな荒いじゃねみたいになって、なんかでリア中が
ただマイクをオンにしたまま扇風機を浴びてたんですよ、こうやってだからなんかゴー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 みたいな音が鳴ってて、なんかもう本当になんかレッスン場が潰れるんじゃないかってこれ本当にみんな何の音何の音ってなってて、そしたらリア充でした。リア充がただ扇風機を浴びてるだけっていう、まあ、風の音もうボボボボボみたいな音で、でマネージャーさんとかもう何みんな笑ってた。しかもさ、それリア充気づいてないの、気づいてなくてもうそのままもうこうやって扇風機浴びてるんですよ面白かったっていう話。ヘリコプターが落ちてきたのかと思った。本当に何の音かびっくりした。今まで聞いたことないような音がさレッスン中に響き渡ってたから、ちょっとリア充でした。面白かった。本当になんかそのシーンをさみんなに見せたいけどっていうぐらいね、面白いエピソードでした そうレッスンでマイク使ってるよ。そうオンにしたままさこうやって浴びてたからちょっと面白かった。扇風機に夢中。そうそうだよ、そう ASMR だった。めっちゃうん、ありがとう、面白いって言ってくれて。ももちゃんありがとう、ハート。今日はケンタツキーを食べました。え、そう差し入れであのケンタッキーさんを差し入れしてくださって、なんかしかも初めて見た、なんか一人用の箱みたいなのがあったんよ。一人用のなんかビスケットとチキンが一つずつ入ってる一人用ボックスみたいなのがあって嬉しかった。久しぶりにケンタッキー食べましたね。意外と、え、そう NMB48 さんのさあの9期生さんの密着あるじゃないですか。あれめっちゃいい、ほんまに。え、もう一回見直す、え、待って、もう一回見返そうっていうぐらい本当にめっちゃいいから、もう本当に見てた私も。リア充天然なんかな。そうちょっと疑いますねゆうなんが STU 受けたきっかけ、ゆうなんが STU 受けたきっかけはあれですね、あのセトチャレ STU48 さんがなんかセトチャレっていう番組してて、それでそれのロケでばったり、その何ロケをしてるのにばったり遭遇して、凛子さんと吉崎凛子さんと工藤理子さんとね、でなんだこの可愛いアイドルさんはって言って調べて、マネージャーさんに聞いて誰ですかって言って聞いて、でその日帰って工藤理子さんと吉崎凛子さんを調べてたら ST48 3期生オーディションみたいなの開催してて、それで受けましたね。その時写真も撮っていただいたんですよ。嬉しい。でそれ受かって、そのことを理子さんにと凛子さんにお話ししたら覚えててくださってっていう話。え、もうさ受けたきっかけなんですかって結構聞かれる、ショールームとかで聞かれることが多いんですけど、ちょっとあの一言でまとめられずに、あのちょっと中話になるっていうのが私の悩みですね一言でな
アイドルが好きだからですのもあるんだけど、ちょっとそういう一言で表せない。ケンタッキーの好きな、え、なんかね、ケンタッキーバラバラだよね。でも今日はあそこだった、食べやすいところ、なんか持つところがあるところ。え、嬉しい、お洋服かわいいじゃん、嬉しいよ。お話し会ね、本当に時間ない。あれはケンタッキー、え、そう、みんなも聞きたいわ。ケンタッキー好きな部分なんですかとか聞いても、なんか何の部分かはわからん。 KFC、 ケンタッキー、あ、ケンタッキーフライドチキンか、なるほどね。そう、素敵な差し入れでした、嬉しい。そう、箱がクリスマスみたいなのよ。あ、あとなんかお菓子の家みたいなのもある。まあメールで送るわ、送るわん。え、叶う元バイトってどういうこと？ケンタッキーでバイトしてたってこと？本当に？待って、それ初めて聞いたかもしれん。すご、なんでかん、え、なんでみんな知っとん？叶う、そうなんや。そう、ビスケットも、え、なんかこっちの広島に引っ越してきて初めてケンタッキーを食べた。嬉しい、またオンラインお話会に参加します、ありがとう。余ったチキンの方の横でさもしれない。なりません。でもなんかその昔って言っても1年も前だろうがって、全然昔じゃないんですけど、あのクリスマスとかケンタッキー食べてたら、家でね、お家で食べてたら、こてつがめっちゃ、もうめっちゃ、なんかいつもご飯、なんかご飯中っていうか、なんかいつも遊びたい時 にはさ、あのこてつっていう、あの柴犬を飼ってるんですよ、豆柴っていうのを飼ってるんですけど、あのいつも遊びたい時はもう本当に全然寄ってきてくれないのに、もうご飯中の時だけはもうめっちゃ寄ってくる。もうしかもプラスケンタッキーとかお肉を食べてる時はもうめっちゃ寄ってくる。もうくださいくださいよーって感じ。もういつも来んのにって思って、もう散歩とお肉を食べてる時はもうやばい。あげないんだけどね、骨は危ないのであげません。ケンタッキー、え、マクドナルド2回分なの。ハッシーさんありがとう。あ、そう、岡山のロケの時、瀬戸チャレです。そう、なんて可愛いんだって思って、本当にもう顔が、もうとりあえず顔がちっちゃいって思って、本当にすごい。もともとアイドル好きでした、アイドルは好きでした。そう。そう、写真を撮っていただいてっていうのを志望動機に書いて、あと二次審査でもその写真を見せて、こちらですとか言って。でそれで、あの歌唱審査、最終審査で、歌唱審査かな、歌唱審査とかなんかいろいろあって、あとから STU の暗闇っていう曲を覚えて、もういっぱい聴いて最終審査で歌いました。え、そう、なんかさ、最終審査さ、あれなんよね、なんか何人だっけ、5人から7人ぐらいで最終審査バーって並んで歌うんだけど、そこにね、なんか今考えたらヒータンとサッチーがいたの。すごくない？同じブロックに。ヒータンはショールーム1位だったから、めっちゃなんかインパクト強いっていうか、なんだっけ、なんて名前だったっけ、なんて名前だったっけ、ちょっと忘れた。ヒータンなんて名前だったっけ、待って、めっちゃ思い出したい、なんだったっけ。でもサッチはラジオ配信だったから、ちょっとあの顔は覚えてないんだけど、3人同じでした。そ
それで受かるとかすごすぎる。そう、もう本当に嬉しかった。その写真はいつか公開するので、みんな見、いつか待っててね。まだそう、最初にマネージャーさんに、え、これ見せてもいいですかって言って聞いたんですよ。そしたら、いや、もうちょっと貯めてた方がいいんじゃないみたいなのを言ってくださったから、え、確かにって思って、まあ貯めてます。ロキチさんありがとう。決勝前、アイコツさんがリンコさんとアフタ、え、アフタヌーンティー、おしゃれすぎん。私も入れてください。あ、本当に無理です、ごめんなさい、そこには入れません。ドゥイさんありがとう。カワストールさんありがとう。ハートね、ありがとう。そう、2人とも覚えてくださってました。好きな部分、ケンタッキーなんか好きな部分、なんか形違うくない、あれ、お肉の骨が多すぎるのあった。え、そう、めっちゃたまになんか骨が多いのあるんよね。え、そう、入ってたビスケット、なんかさ、えとかあとかさ、なんか最初に喋るときにさ、え、あのみたいな、え、それなみたいな、なんかそれをなんかこの前大人なんか言われました。なんか語尾じゃないや、最初になんか文字つけるねって言われて、それが私の癖です。え、それなとか言って、そう、ビスケットを、え、なんか、あ、ほら、え、なんかって、これなんかもう、なんかってなんやねん。そうそうと、もう喋れんやん。ビスケットさ、小さい頃は嫌いっていうか、あんまり食べなかったんだけど、今日食べたらめっちゃ美味しかったっていう話をサッチーとしてましたね。ビスケット、小さい頃あれ本当に食べれなかったんだけど、今日食べたらめっちゃ美味しかった。美味しかったです。パサパサしてたんだけど美味しかった。え、カナはバイトしてたの知らなかった。ケンタッキーでしてたの、すごいやん。聞いたことなかった。あ、ケンタッキーの箱送ろう、私もメールで。そう、なんかみんなのバイトの話聞くの好き。意外みたいな感じで好きです。あ、かっこみんなカナウの配信見てるからですよって、ほんまにそうよ。みんなめっちゃ他の配信見とるやん。別にいいけどね。そうなん言うなん。あ、 NMB さんね。え、そう、ちょっとさ、ちょっと流れてきたの見たんだけどなんか NMB さんの今日の公演じゃない、コンサート、なんか、なぎささんが泣くシーンあるじゃないですか。それなんか目薬さして泣いてて、もうほんまに面白かった。もう感動のシーンなのに目薬をさすっていうのが、ちょっと見に行きたかったですね。配信見ようかなって思いました。え、研究生昇格？え、待って、どういうこと？ちょっと教えて、後で。今日のえなちゃんの着てる服かわいい。そう、嬉しいです。これ、こちらです。トリートユアセルフのやつです。そこのブランド大好き。こてつに会いたいんですよ。都合のいいこてつくんですよ。骨はあげませんよ、危ないですからね。すくん、ありがとう、ハート。今年のクリスマス、え、何が混むの、どこが混むの、ケンタッキーが。8日の公演が終わったら岡山帰れるかね。いつ帰れますか。もともとアイドルファンやけど、オーディション受けてこん。え、いや、受けましたね。何個か。けど、
でもなんかやっぱ 縁がありそう STU には。お主さてはユーナン、いや違いますね、ユーナンではないかもしれないです。あ、今日は暗闇を歌おう。確かに確かに、オーディションの時歌ってた気がする。嬉しい、今度お話し会の時柴犬と参加します。絶対に忘れないでね、絶対に覚えててね。ちょっと嫌だかも。今日はちみつレモンジュースを飲んだ後の飲みきり、飲み残り地面に撒いたらちょっと嫌かも。そう、あー、ナナちゃんだ、そうだ、ヒータンナナちゃんだったわ、77番だったわ、ナナちゃん。そう、最初もう姫奈ちゃんとかじゃなくて普通に本名がさ森末奈々ちゃんかと思ってたぐらい、もう奈々ちゃんのイメージが強くて本名かと思ってた。え、ヒータン、え、確かに、なんだっけ、なんかのゆみさんの歌、マホロバースタリスクとか歌ったのか。あ、え、歌ってた、覚えてるわ、マホロバースタリスク歌ってる方がいるって思って、ヒータンだったんや。モバメで送る、いや、いつか、いつの日かのやつでちょっと貯めてる、まだ。カバさんありがとう、レインボースター、その画像来るまでエナの褒めとっとく。よし、絶対ね。ハッシーさんありがとう、こんばんは。そうなんですよね、え、嬉しい、フォローありがとう。そう、今日からクリスマスのグッズが発売中、リア中。ユイニャンは知ってる？何のことだろうか。そう、ビスケット蜂蜜つけて食べました。あ、ユイナのマックのバイトの話はもう耳がちぎれるぐらい聞いた。もうユイナといえばマックって感じ。もう青いマックの日とかなんとかかんとかで、なんかもうユイナと話したらスタバかもうマクドナルドの話ってぐらいめっちゃしてる。いろんな情報を教えてくれますよ、マクドナルドのなんかお得な買い方とか、スターバックスのなんかスタンプを集めてるとか、もういろいろ聞いてます。奥田結菜さん面白いですね。なんならかなで並べ始めた、え、私で並べてよ、七並べのこと、ピエン、キキ生から4人昇格した、待って、ちょっと気になるやん、気になるから、ちょっとまた配信終わってから見よう。え、9期生さん誰が昇格したんですか、教えてください。ちょっと待って、リップ塗りたいし、誰が昇格されたんですか。同期みんなに昇格、ちょっとそりゃもうみんなで昇格したいですよ、そりゃね。グッジョブ、サネキコさんありがとう。そう、74番で引いたが77番だったから、え、そう、のゆみさん大好きです、嬉しい、フォローありがとうございます。もうゆいなのマックの話はもう耳がちぎれる、本当にスタバの話と。いや、面白いからいいけど、もう本当にめっちゃ聞く。クリスマスのアクスタ、
福岡でかえ待って嬉しすぎる嬉しすぎるスラッと嬉しすぎる売り切れたってこと私のことがいや耳あそうだ耳がちぎれるじゃないや耳にタコができるぐらいだゆなスタバで働いてそうえなんか私の友達が友達がスタバずっと働きたいって言っててなんかスタバ受かったよって言って LINE してきておめでとうって言ってスタバのその友達と一緒にプリクラ撮ってたんですよプリクラ撮るぐらい仲いい友達でプリクラの落書きでスターバックスの制服とかを書いて画像を送りつけましたねおめでとうって言ってちょっと意味わからないんですけどなんかでもスターバックスってあれだよねなんか厳しいっていうかなんか難しそうめっちゃなんかいろいろカスタムする方っていらっしゃるじゃないですか難しそうバリスタってなんだっけスマイルください無理です今日も終わってからえ素質並べ嬉しいです並べてくださって本当に嬉しいですみんみんさん化粧ありがとううーん青原さん姉妹とみへさんで合ってるかなまなみさんそうなんやハガレイポンレイポンさんって待って待ってっていうことはさでもあれは世代交代前夜公演あるじゃないですかあれを本当にもう本当見に行きたくてゆいたんともう本当に見に行こうねって話してるんですよでも研究生公演とかだったりはしませんよねあれはまだ続きますかまあちょっとよくすごいおめでとうございますですねそれは耳にタコができるぐらいでしたすいませんノハミョンがケーキ屋さんで働いてた話も聞いたことがないそうなんそうなん言うのすご素敵ですねノハミョンケーキ屋さんちょっと待って今度聞こうすごいみんなめっちゃ知っとるやんいやそれな私もインスタしてた頃めっちゃさおすすめみたいなのにさおすすめのスタバカスタムみたいなのめっちゃ流れてきてたでもあれスタバはあんまり飲みませんね笑顔がチャームポイントだからスライスマイルは無料にしとくオッケーじゃあねあもうゆかたんわかたんさん本当にかわいいほんまにかわいいかわいいね NMB さんは旧棋聖さんが好きですね私はあおあおさんありがとう決勝今日は9時ぐらいに終わりますね9時あれだ9時から並べる並べよう7並べみんな聞いたゆうなん並べるってって9時ぐらいに配信終わってから並べ待って今日カラオケ配信するって言ってたの嘘ついちゃったどうしようかなちょっとまだ悩み中そうなんゆうなんいろいろ使えるいっぱい使って歯並び綺麗ちょっと嬉しいかも強制したいけどねちょっとゆうなんの趣味は趣味は何だろう趣味服かな服を集めることとかお部屋を可愛くすることとかですかねあとアイドル鑑賞とかアイドルのグッズ生写真とか開封するのも趣味だし何だろうゲームも好きだけど最近ゲームしてない面白いアニメとかちょっとあったら教えてほしいです
ネットフリックス解約しちゃったので。あ、そうだそうだ、スレッズに遊南サンタ公開されてるので、皆さんぜひいいねとコメント待ってます。そこはこよりん、板垣こよりんさんですね。こよりんさんほんとかわいい。あずみんさんにこのスマイルさんちょっと突っ込まれるから。石原優奈並べるってよ。血並び待ってる。え、じゃあ9時15分から、いや配信終わってから、ちょっと待って、配信壇上読むときに決めるわそれは。 YouTube とかもアイドル関連の動画、え、めっちゃ見る、めっちゃ見る。昨日も見た、昨日っていうかさっきも見た、さっきもニエジョイさんの新曲とかめっちゃ見てたね。ニエジョイさん聞いてた。え、スイッチあるよ、さっきもスイッチちょっとしてた。実家にもある。あ、もうなん、やった、ユナの選手良すぎて服選んでもらえた。え、いいよ。じゃあ今度お話し会で、あれな、な、この服買おうと思ってるんだけどどっちがいいと思うみたいなあったら、もう私は選びますね。カラオケのいみんさん歌ってよ。え、いいよ、何の曲にする。え、待って、でもさ、私カラオケ配信とか本当に加入してから、ま、本当にやったことないよ。1回ぐらいしか。いや、今日じゃあすごい記念すべき日になりそう。いいよ、何の曲がいいかな。ゆなさんと可愛かった、嬉しい。じゃあ9時までね、9時までする。え、怖い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 。すーくんありがとう。おつあっとんさんありがとう。決勝おつあっとんさんありがとう、プレゼント。じゃあしよっと。無理無理です、正直。や、無理じゃないです、でも本当に緊張する、緊張するっていう意味ね、これ無理っていうのが。そう、 STU48 3研究生受かってから1回しか歌ったことない。一緒に歌うから大丈夫。そう、珍しすぎる。何歌えばいいの。あ、確かに僕らの制服クリスマス、クリスマスっぽいね。どなただっけ最初。ヒミアスパークル、ありがとう。グッジョブさん、キーコさん、アイラブユーナ。オーバーチュアは歌えんやろ。歌えんやろが。え、何にしようかな。じゃあ、え、これってさ、待って待って、一回イヤホンさせなきゃってこと。え、マイク入ったらなんかボフボフ言うよね。ちょっとごめんね、今ちょっとイヤホン絡まってるからうるさいかも。ちょっとみんな何歌うか、ちょっと考えてて、ちょっと一回撤収。帰宅ラッシュ、全然ラッシュじゃないけど。え、録画やめてください、本当にもう緊張するので。扇風機もない、ちょっとこれ、あんまり喋ったらボフボフ言っちゃうので。え、何歌おう。っていうかさ、どうやってやるの、どうやってやるんだっけ。ちょっと待って、おい、カラオケ配信で扇風機の方が気になっとるやん。あ、あったあった、ちょっと待って。どうしようどうしよう。何があるんだろう。じゃあクリスマスだから
れにしようかな、僕らの制服クリスマスとか。え、ちょっと待って、え、今絶対画面止まったよね、絶対半目で止まったよね。え、できたけど、ちょっと待って、ありがとう、やろっと、緊張するだよ。君に似合うと思ったんだ、グレンチェックのマフラー、見たことない景色は僕らの制服クリスマス。大丈夫緊張するけど、あ、本当に特別な日なのに、ごめん待たせちゃって、夕暮れの乾いた風、君のスカートが揺れる、大丈夫私もさっき着いたところ、少し赤くなった鼻で恥ずかしそうに笑う、入ってから
2曲目です、歌うのがショルムだよね。ありがとうございます、皆さん嬉しい。次、じゃあなんかでも1曲歌ったら歌える気がしてきた次、じゃあ悩んでください悩みます。ありがとうございます、皆さん。カリミヤケイさん、ありがとう。皆さん、ありがとうございます。激レアだった。 STU STU、 じゃあ何の曲にしようかな。じゃあ暗闇にしようどうやってやるの、これどうやって曲選ぶの、え、どうやってやるのこれ、え、あ、これか、じゃあ暗闇にしよう。あの誰、太陽は水平線の彼方を目指して、ある描きただらかする夕暮れに、何かをやり残してるような悔いはないのか、僕はまだ帰りたくない、やりたいことやりたくないことやらされながら、理想と現実がごっちゃになっている日々、あの空とこの海がほら分かれているように、交わらないものがあるってことさ、都会で暮らす友は窓しか見ていないらしい、やるせない孤独の時、泣き言を誰に言えばいい、詩人にするな、綺麗事では生きることに傷つき、うろたえて無様でいたい、次の朝がやってくるまでに今持ってるものを捨てよう、まるはらかになって気づくだろう、暗闇たちは自分が輝いているその位置と、宇宙の果てで誰かに見られてる知識、どこかで消えていった光を知っているのか、僕は始まってもいない、欲しいものいらないものも見境つかなくて、手を伸ばしてしまう若さはいつも強欲だ、大人とはその分別があることというなら、永遠に大人になんかなるものか、ふるさと捨てて僕は絶対暮らせないだろう、水平線見えなければ今いる場所がわからない、夜僕を指示されるなよ、想像だけの愛の世界はすごい、虚しいよ暗闇のその中で聞こえてくるのは
くない、生きることに傷つきうろたえて無様でいたい、次の朝がやってくるまでに今持ってるものは捨てよう、丸裸になって気づくだろう、暗闇のその中で目を凝らしてみれば何かが見えてくる。終わりです、終わりました、ありがとうございました。ちょっと本当に本当になんか自分の声が聞こえてきてちょっとなんか変な感じなんか、え、あ、自分の声聞こえる、聞こえなくなっちゃったありがとうございました。もうなんか緊張するからちょっと やめる緊張するからちょっとショールームちょっと一回ちょっと中断、ちょっと、ま、いや待って、でも待って、なんか23だけ 歌おうかな。なんかニヤジョイさんの歌が今見えた。え、今でもじゃああと1曲で終わりにします。え、なんか最近めっちゃ日向坂さんのシーラカンスにめっちゃハマってて、そう、私はちょっと今日は何かを乗り越えましたあるんかなシュキピシュキピイコラブさんね。え、でもちょっとえちょっと間違えました、間違えてないですつられてしまいました、僕が勝手に恋をしてしまったんです、君のせいじゃない、おーおーイエーイエー、おーおーまた今日も君を見かけたよ、じゃなくて僕が君を探しているのかな、女子高生が溢れているラッシュアワーなのにいつだって目に留まるんだ、カーディガンの袖口を少しだけ長めにして両手でグーしてるのがあざと可愛い、妹に釣られました、下唇噛む癖まで、なんだか全部キュンとする、小指をかしげたって見られているって意識しているのかな、もうハマりました。おお、イエイイエイ。おお、イエイイエイ。おお、イエイイエイ。おお。なぜだろう、いつも目を引くんだ。この世に女の子いっぱいいるのにね。僕もみたいなタイプじゃなく。こうすると心地
ビル噛む癖までなんだか全部キュンとする。僕首をかしげたって見られているって意識しているのかな。もうハマりました。終わりです。ありがとうございました。ゆなに釣られてください。頑張りました。ありがとう。まっつんさん、ありがとう。くもはさん、357050さん、かりみやけいさん、ありがとう。たくさん、かりみやけいさん、たかちゃんもありがとう。草刈りきさん、ありがとう。ユニバースさん、ありがとう。ありがとうございます。ちょっとこれさ、なんかバグるよね。これなんだっけ、一回なんかイヤホンを先に外したりしたらなんかダメみたいなあった気がするんだけど、音バグってたらごめんなさい。ちょっと本当にまた今度です。カラオケはそう、シーラカンス本当に大好き。ありがとうございました。マッツンさん、ありがとう。また成長してからやります。あとなんかくるくるさんがなんかユナのこと喋ってるみたいなコメントもあって、何ですか何ですか。嬉しいです、フォローありがとうございます。そう、今日で STU に入ってから4曲歌いました。次は5曲です。嬉しい。パセさんがユナと写真撮りたいって語ってるよ。え、本当に本当に言ってるの。下唇かみくせ。嬉しい、ありがとうございました。ノープロブレムいいね。みんみんさん、ありがとう。決勝、え、ちょっと嬉しかった。パセリさんがなんかくるくるさん、あ、僕隊のアーカイブ見て配信してるんだ。え、いいね。私もさ、今度したいんだけど、僕の太陽公演のアーカイブ見ながら配信するの。いや、くるくるさんなんかいろんな方に可愛い可愛いって言ってらっしゃるからえ、サンマード中やばい。え、ちょっと、あ、待って、でも私もタブレット、え、ちょっと待って、どこにあるの、ちょっと待って、一回ちょっと柱よろしく。え、どういうこと。ちょっとなんでもないです。え、あざとかわいいキャラ、私あざとかわいいキャラじゃない、全然あ、ほんとだ、ゆうなんていうコメントがある。ちょっとだけ見ました。ちょっとだけですえ、扇風機見えた。ちょっと NG ですよ。え、僕らのユイリカね、 NMB さんも今度ね、まもちゃんありがとう。 I love you な、嬉しい。ユナちょっと自己肯定感低めだから、ちょっと嬉しい。みんながショールーム
ショールームってみんなが肯定してくれるからすごい嬉しいんです。ありがとうございます。え、なんかなんでもないです。ちょっとあのおお。扇風機、扇風機つけようか。ちょっと暑い、暑いから。じゃあちょっと、あ、15分が来たので今日は終わりますね。本当にじゃあ配信が終わって25分から並べよう。あ、くるくるさんがちょっと映ってますね。25分から、え、待って、すごい、あの運命感じたんですけど、くるくるさんが僕らの制服クリスマスを歌ってらっしゃいますね。私もさっき歌いました。ちょっと運命感じてるんですけど、これはくるくるさんどういうことですか。うーん、どういうことですか一緒に曲歌ってますけど、ちょっと本当にゆうなちゃんかわいい、嬉しい。ちょっと運命感じましたね。はい、ということで、え、25分、30分、35分、40分、45分、5回、いや10時までやろう。5秒後にやります。45分、7並べやるね。いや、それな、マフラー巻いてやればよかった。すごい、くるくるさんリスペクト。ちょっとじゃあ壇上読みますね。5秒、25分、5秒、当たれるかな。安部さんありがとう、ハート。え、ちょっと待ってね、ミラーボール全部読み切れてない気がする。え、ちょっと一回、最初から読むね。ミラーボールありがとう。マッツンさん、クモハさん、カリミヤケイさん、カリミヤケイさん、ヤスベさん、クモハさん、ヤスベさん、ありがとう。カリミヤケイさん、たくさんありがとう。クモハさん、ありがとうございました。嬉しい。ちょっとパセリさんのなんかユーナン語ってるところちょっと見たかったんですけど、ちょっとまた今度で。じゃあ13位から、13位、野原しんのすけさん、ありがとうございます、嬉しい。12位、大津アットンさん、ありがとうございます。11位、ももちゃんさん、ありがとうございます。10位、357050さん、ありがとうございます。10位、みんみんさん、いや違う、9位、みんみんさん、ありがとうございます。8位、かわさん、ありがとうございます。7位、グッジョブさきっこさん、ありがとうございます。6位、ユニバースさん、ありがとうございます。そして5位、たかちゃん、ありがとうございます。4位、くもは、ありがとうございます。で3位、まっつーんさん、ありがとうございます。そして2位、かりみやけいさん、ありがとうございます。嬉しい、なんかよく名前聞いたことある。1位、やすべいさん、ありがとう、今日も生きてくれてありがとうございました。嬉しいですよ。じゃあまた七並べで当たれるか分かんないんですけど、当たりましょうっていうことで、また次回の配信で。ありがとう。え、待って、ちょっと待って、ちょっともったいない。今さ2998だからさ、3000超えたら終わるね。次更新いつなんかめっちゃ今もったいない気がした。いつもだったらなんか何も気にしないけど、なんかちょっとキリ悪いわこれちょっともうちょっと3000超えたらちょっともったいないから終わるね。ちょっと初めてこんな現象に陥った。あ、終わります更新されましたちょっとありがとうございました。やったおやすみじゃない、お話し会も受付中で待ってます。そしてスレッズもチェックしてね。
おやすみなさい。寝ませんけどね。